これは県と沖縄観光コンベンションビューローが企画したもので、台湾の5つの高校の校長ら5人が今日八重瀬町の紅葉高校を訪れ、生徒たちと交流しました。紅葉高校には中国語を学ぶコースがあり、生徒らが中国語で沖縄の文化や学校の紹介をした後、空手や三線を披露しました。今歌った曲以外にもいっぱい文化があるから、それも知って帰ってもらったら嬉しいなと思います。我相信透过这样的活动，我们一定可以有更紧密的活动的参与，也希望我们的交流可以更频繁。谢谢。台湾の高校の校長らは今月18日までの日程で県内の学校や観光地を訪れて関係者と意見交換する予定で、県内の修学旅行の受け入れ体制などを視察します。